髪の毛なくなっちゃった。ありけんクラスに一人はいそうなデブチャンネル。はい、ってことで皆さんどうもこんにちは。皆さん知ってるか知ってないかはどうかと思いますが、まあギリ知ってる人の方が多いのかな。私ね、有本健一郎、有本健太、いろんなね本名がありますが、どうもありけんと申します。今ありけんどこで撮ってるのという、まあ、質問がね多くのちびっこから聞こえてくるんだけどね、一回黙っておいてください。そうですね、まあここは新しくね、事務所が建ちました。はい、そうですね、まあ、いろいろ、まあ、YouTube で、まあ、フォートナイトの動画なりいろんな動画を上げて、まあ、銭っころを稼いでお金を使おうかなと思いまして、もうやっぱそろそろゲーム実況だけじゃねちょっと食っていくのもね、こんなに太っててね、まあね、髪の毛はスキンヘッドにしたんですけど、こんなに面白いね頭しててね、実写動画をね撮らないっていうのはね、またこれは罪な話かなと思いまして、ちょっといざ撮ってるんですけど、ちなみにこのスキンヘッドは僕今 Twitch っていう配信サイトで配信してるんですけど、そこでですね、すごい大きな大会で寝坊をしちゃいましてごめんね、わかるわかる、いつも子供たちに偉そうに社会を教えてるお兄さんが VCC っていう有名な配信者がいるところで20分寝坊してんだもんね、わかる、お前のどの口がいつも俺らを叱ってんだっていうのはわかりますけど、まあ、それは一回置いといて砕いときますと。ということで、まあ、入りがちょっと実写動画あんま撮らないんで、どういう風に入っていいかわからないんですけど、まあ、一旦こういう感じで撮っていこうかなと。まあ、俺が住んでるところあんま気にならないよって人もまあいると思うんですけど、やっていきたいと思います。髪の毛ね、切ったはいいんだけどね、なんかね、頭にね、傷みたいなのがいっぱいついてんだよね、俺。うん、俺世界一面白い顔面してんな。それではやっていこう。デブチャンネル、まあ、手っ取り早く、まあ、リビングから見ていきたいと思います。じゃあ顔いなくなるよ。はい、じゃ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 ーん。うー、24で彼女もいない男がこんなかっこいい部屋に住んでいるのに、なんで彼女ができないかと全人類が不思議に思っている、そこのあなた、私も一緒です。まあ、リビング今こんな感じです。まあ、まだちょっとカーテンとかね置いてなくて、今クソデカテレビ、これね、みんな高かったよこれ、85型の有機 EL とかいうアーダコーダで、お値段100万円ぐらいします。100万円、はい、1万円札が100枚集まるとこいつが買います。これね、すごいんですよ、これ見ててくださいね。これネットフリックスピッて押すとですね、あらこういう風のネットフリックスが見れるんですよ。まあ、そんなものはいつも僕はここでね夜見てるんで、はい、いろんなアニメとかを、はい、スパイファミリーが最近おすすめでね、みんなも見てほしいです。で、見てください、このソファー見てください、いいでしょ、何の変哲もないソファーです。はい、ってことで、まあ、ここがまあリビングで、まあ、軽く、まあ、全体図はこんな感じです。そこで見ている二十歳ぐらいの可愛いお姉さん、今なら僕と付き合うと、ここで二人で住めます。で、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、ここなんですけど、本当はカウンターキッチンアーダコーダみたいになってて、これここで飯食えるんですよ本当は。でもちょっと高い椅子がなくて、今なんかもう本当にその辺で拾ってきたような椅子置いてるんですけど、まあ、ここは一回皆様の記憶から抹消しておいてください、よろしくお願いします。で、まあ、そうですね、キッチンですね、キッチン、キッチン、まあ、キッチンに行きますと、まあ、いろいろありますよと。はい、あ、これ東京行った時ボドカさんと一緒に買いに行った20何万円のクソ高い財布、めっちゃでかいよこれ、みんなバッグじゃないからね。で、まあ、さっきからピーピー言ってるんですけど、すみませんね、さっきスーパーで買ってきたね、なんだ唐揚げをチンしててね、今すごい形になってたけど、まあ、一旦、まあ、この動画を撮り終わったら食べるんで、はい、まあ、キッチンはこんな感じです。本当にサンジがいても何の遜色もないような場所なので、でキッチンも綺麗になったんで、なんかご飯食べる系でも撮ろうかなと、まあ、今は思っているんですけど、明日はどう思ってるかわからないということで、あんまり期待しないでください、はい。で、まあ、こう行きますと、まあ、冷蔵庫があるんでね、さあ左側が映ったらね、俺の個人情報を特定、あら、スキンヘッドの頭だけ見えて、どうも、好きなので、ね、クソおもんな一発芸を置いといて、まあ、いろいろ入ってます。焼きそばが無性に食いたくなって買っちゃいました。はい、お医者さんに怒られたいと思います。まあ、ということで、まあ、リビングは、まあ、ざっとこんな感じですね。まあ、これからこのリビングでいろいろ動画が撮れればいいかなと思ったり思ってなかったりするわけでありますけども、どうも、でお月ですね。さあ、わーわー、すごーい、ベッドルーム。
まあ、ベッドルームなんですけど、まあそうですね、何もありません。はい、あのベッドルームにティッシュがあるとかね、あのこれ何も違います、これただ鼻から鼻水出てたのでチュッチュッてやっただけですよ。やめてくださいね、変なものやめてください。これは捨てたいと思います。まあこんな感じで、まあ普通にベッドがなんかね、整体師さんが作ったアーダコーダベッドみたいで、あのいらないらしい、首を守るやつ、なんだっけあれ、あのあれだよ、みんな使ってる、マから始まってラで終わって真ん中がくの、あ枕だ、そう枕がいらないみたいなあのベッドなんだけど、まあここで毎日あの寝ていますよっていう感じですね。はい、まあここはあのクローゼットで、はい、奥に80畳のね部屋が広がっております。まあそこはどうでもいいとして、はい、次行きます。ここはね、あの配信部屋でね、すごい今いやらしく座ってるんですけど、配信部屋なので最後のとっておきにしたいと思います。多分ね、あの男子中学生小学生赤ちゃん、あのね、あのみんな憧れる配信部屋をね作っちゃったのでね、後で見せたいと思いますよ。ちょっと待っててください。その前に、まあ、あのトイレとか別に映さなくていいのかなと思うんですけど、まあ、映していこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、ここはですね、まあ、本当に使うかどうかわからないんですけど、なんとトレーニングルーム。おっと、140キロデブ、運動せずにここまで太った男がなぜランニングマシンを持っているのか、いささか不思議ではあるが、多分 YouTube の配信、オアツイッチの配信でここのランニングマシン1時間走ってみたっていう地獄みたいな動画を撮ると思うんですけど、まああのそこら辺は生配信に来てくれた人限定で、ね、見せたいと思います。多分あの俺が今住んでるここでね、あの絶対に一番使用頻度の低いあの部屋だと思いますが、まあ皆様に紹介できて、あのランニングルームマシン君もね喜んでいます。ちなみにこのランニングマシン社長に買ってもらいました。社長ありがとうございます。はい、ということで次、疲れるな。まああのあとは、まあ、そうですね、まあお風呂がざっと、まああのパンツとかが映ってるのでちょっとあの恥ずかしいんで、あのあそこに手モザイクをね、あのやっていきたいと思います。あらー、太っててスキンヘッドの方が1名、どうも。あ、明るみ入れたらわかるね、めちゃめちゃ頭綺麗になったからね、よろしくお願いします。はい、もうね、やっぱ24にもなって遅刻してね、やっぱりこれはねけじめを。そしてお風呂なんですけど、まあ普通ですね、まあいつも通り皆さんが入ってるお風呂と何ら変わらないようなものなので、面白くないので次行きます。まあ、次と言ってももう紹介できる部屋はあと一つ、そうですね、毎日僕はうんことかしてる、トイレですね、綺麗でしょう、かっこいい、まあそんだけでいいでしょう。さあ皆さん、お待ちかねの配信ルームですよ。皆さん、みんな気になってたでしょ、わかるよ、カイジ君。とても暗いぞこの部屋は、一体なんだ、おっとみんなが大好きな PC が目の前にあるぞ。さあそれではオープンザプライズ、タルタルタル、1中100,000万、オーマイガー、オーマイガー。さあ、おっと、アリケン選手、昔の家庭的な配信部屋とは違い、めちゃめちゃかっこいい配信部屋が出てきてしまった。さあ、俺にこの配信者部屋は手に余るんじゃないのかという、そこのあなた見てください。あなたたちが望むゲームの環境はこれが一番です。かっこいいでしょう。左には炭酸水、これ A2 のね、これほら A2 のマウスパッドかっこいいでしょ。そしてまさかの PC は2台管理、いやありがとうございます。あのね A2 さんからね提供してもらって、この PC ね皆さんも買えるので、よかったらね、あの A2 の公式ホームページ、あーだこうだからね、多分あのパソコン、俺と同じパソコン、最強の配信者になりたい、そこのあなた、俺と同じ PC 買えるよということでね、まあ、ここが配信ルームですね。はい、まあ、ここがメインモニター、まあ、あのゲームをプレイする画面、コメント読む画面で、サブ PC の配信中にあのエッチな画像とかをずっと映しとくってやつで、であれが何ですかね、あの5万円ぐらいの Wi-Fi ルーターです。もうこの Wi-Fi ルーター最強よ、本当に80キロ先まで飛ぶからね、俺の Wi-Fi が、ほんまで、スピーカーがあって、エアコンのリモコンがあって、の耳くそをほじるのがあって、目薬があって、キーボード、マウス充電パッド、すごい機械もで、あの配信部屋臭くなるんで、あの芳香剤か増光灰か分かんないけど、それを置いてる最強ルームです。そして壁一面に貼ってるのはなんと吸音材です。この吸音材は大変でしたよ、本当に。全部で70何枚あるんですけど、一回ね、お水で戻さないといけないというね、すごいめんどくさい設計になっていて、これをね全部ここまでの状態に持ってくるのに3日かかりました。いや本当にめんどくさかったですね。でも皆さんね、やっぱりゲームとかね、実況とかしたいよって人はね、こういうものを貼るべきです。これを貼っただけで吸音してくれてね、全然ね響かないようになるんですけどね、全然提供とかでありませんよ、この吸音材の。はい、でもまあ買った方がいいかなって感じですね。まあそんぐらいですかね。まあここめちゃめちゃ声出しても大丈夫なんで、もう、はい、ここの壁なんですけど、本当に5メートルぐらいあるんで、絶対に音が外に漏れないっていう、はい、歌を歌っても絶対に横に響かないし、なんかここで本当に爆弾が爆発しても誰も気づかないんじゃないかっていうぐらい吸音材には優れています。かっこいいでしょこれ。これみんな見てていくよ、ライトの色見ててね。うー、ラ
ライトの色調節できるぜ。まあね、フォートナイトユーザーのレジェ君っていうね、本当にフォートナイト史上一番稼いでる男がいるんですけど、まあレジェ君の家に比べるとね、もう本当に俺なんだね、ミジンコみたいなね家なんですけどね。まあでもこれでもね、ちょっとまあ気持ちよく新しく YouTube 活動できるかなって思って、はい。まあそうですね、まあもう動画撮ったんだからね、もうこっから実写動画とかバン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 、もうゲーム実況なんてね、もう正直やりたいゲームもね、パート1、パート2で作るのめんどくさいのでね、もうこっからだんだんね、ゲーム実況なり、なんかいろいろそういう実写系なり、なんならみんなのコメントを読んでいこうみたいな動画も撮りたいなと思ってるんで、はい、悩める中学生男子女子の悩みに答えるとかね、うん、すいません、寝坊癖が治りません、大丈夫、24歳になっても寝坊するよ、みたいな。そういう感じで、そういう動画とか、まあ本当にとらわれずにいろんな動画を撮りたいなって思ってるんで、はい。よかったら見てください。はい。よかったらでいいんで、はい。まあ、ぜひ、まあ、必ずって言ったら、まあ見たくなくなるんで、はい。まあたまに、しょうがねえな。アリケの動画見てやるか、カチカチみたいな感じで押してくれるとありがたいです。ね、できたら、高評価とかもね、押してもらえたらね、すごい嬉しいんですけどね、はい。って感じでいいのかな。もう本当に実写動画はあんまり撮んないから分かんないんだよね。っていうか終始早口ですごいオタクみたいになってると思うじゃん。オタクなんだよね俺、うん、でもまだ五等分の花嫁は見てないのでいつか見たいと思います。まあここで頑張っていろんな動画を撮るぞということで、皆さん今日はご視聴どうもありがとうございました。あ、最近ね、Twitch っていう配信サイトがすごい今人気で、もういろんな人が見てるんですよ、Twitch っていうのは。だから僕もこの流れに乗らなきゃと思って最近 Twitch で頑張ってるのでね、よかったらね、見に来てくれるとありがたいです。ありがとうございます。よかったらね、動画から見に来たよって言ってくださいね。はい、絶対バンとかしないんで。でも、アリケン全部クソ勝つとか言ったらね、バンすると思うんで、はい、そこら辺はね、皆さんね、わきまえを持ってね、ラ頑張っていきたいと思います。じゃあ、最後久々にやるか。せーの。またな。